コンニュートリノ。コンパルサー。コンチャンドラ。今回も始まりました友人のゆるゆる宇宙開発。au16。今回はパーツ研究が終わった地表調査衛星を打ち上げるわ。前に言ってたやつだな。言ってたわね。まあ、今回打ち上げるものはストックパーツのものではなくてモッドのものなんだけどね。ストックのものはまだ研究が終わってないからまた今度って感じかしら。やっとって感じね。なんでこんな遅くなったんだ。研究が終わってたパーツもあったんだけど、ごちゃごちゃ打ち上げるのが嫌だったみたいね。だからすべてのパーツの研究が終わった今、やっと打ち上げって判断になったようね。本来は軌道上から地表のデータを収集してからの着陸って手順じゃないかしら。まあね。大方 SSTO を早く作るために飛行機系のパーツを先に研究してたんだぜ。ひみこさん前に言ってたもんね。飛行機系は私の得意分野だって。私のせいじゃないわよ。経費節約のために SSTO 製造環境を整えるのを急いだのは事実だけど、あくまでも局長の判断よ。へぇー。さあ、今回の機体の説明に移るわよ。怪しい。今回打ち上げる機体はこれよ。スキャンサットマン準衛星よ。どっかで聞いたような機体名ね。ピーパッダトラット。それ以上はダメよ。帽子かぶってるからギリアウトよ。局長の悪ふざけに付き合うのはこれくらいにして機体の説明に戻るわよ。積んでいるパーツはスキャンサットというモッドのもので、低解像度高解像度の地形図の作成、バイオームの調査ができる機能が備わっているわ。1号はカービンに、2号はムーンに、3号はミンマスにそれぞれを極軌道に投入するわ。パーツ数は20、重量は 4.678 トン、高さ 2.1 メートル、幅 2.3 メートル、全長 5.2 メートルよ。au15 で言ってたけどこれをロケットで打ち上げるの。そうよ。なんでまた急にロケットなんだぜ。局長が多忙で SSTO で打ち上げる時間がなかったからよ。メタ理由。この後説明するロケットもそうだけど、一回もテストをしていないわ。そんな時に打ち上げなくてもだぜ。そういう気分だったんでしょ。気分で宇宙開発って。はい、じゃあ次はロケットの説明。構成はブースター4機、1段目、衛星本体よ。ブースターはポルックス、1段目エンジンはマストドンで、速達性を重視って感じね。衛星は頭頂部フェアリング内に格納されているわ。衛星本体も合わせてパーツ数は64、重量 259.907 トン、高さ 20.5 メートル、幅 8.2 メートル、全長 8.2 メートルよ。何回いつにも増してちゃんと説明してるわね。今までが説明しなさすぎたんだぜ。まあ、そんなところよ。今回は3機打ち上げるけど、機体名と行き先が違うだけだから、明るいタイミングで撮れたムーン行きの2号機のみを流すわ。それじゃあ打ち上げるわよ。それじゃあ打ち上げを開始するわよ。SAS オン。景気異常な足。スキャンサットマンジョン2号。エンジンスタート。そしていきなり始まる米返し。今回は2本分の米が溜まってしまっているので、定例内容だけの米と、すでに米欄にて浸透している米は省略させていただくわ。まずは au15 からだぜ。チャンネル登録者200人総視聴回数2万回突破おめでとうございます。新しい挿絵ですね。これからも頑張ってください。お祝いありがとうございます。挿絵に関しては前々から変えようとは思っていたのだけど、絵心皆無な局長とリアルの都合によって遅れてしまっていたわ。そしてやっと出来上がった時にちょうど200人2万回が達成できたので、そのタイミングでお披露目させていただいたわ。投稿ペースがかなり遅い当チャンネルですが、これからもよろしくお願いします。動きです。相変わらず技術使ってますね。お褒めいただきありがとうございます。着陸のスキルだけは一向に向上しないわね。なので機体作成時は機動性を多少犠牲にしても着陸がしやすい機体の製作を心がけているようね。今回も見ます。ありがとうだぜ。これからもよろしくだぜ。滑走路着陸が難しいから諦めて、どこでも降りれる性能にした私は間違えていないと思いたい。誘導装置が欲しいです。衛星や惑星への着陸船でも言えることだと思うけど、狙った場所に降りるのは難易度が跳ね上がると思っているわ。でも、ある程度広い範囲で考えられる未成形の着陸は、多少難易度は下がるけど、損傷のリスクは未成形の着陸の方が高いと思っているわ。なので局長は緊急時を除いては、滑走路脇の平らな場所に降りることも含めて、着陸は考えているわ。最新バージョンに対応しているかはわからないけど、滑走路に対しての侵入核を表示する定期モッドがあったような気がするわ。立ち心地の方が好きかもしれないです。ありがとうだぜ。頑張って手直しで塗り替えた甲斐があったぜ。見えか。 SSTO で使っているエンジンは何のモッドでしょうか。最近使っているのは OPT のものばかりね。他のモッドに関してもそうだけど、概要欄に掲載してあるからそちらを参照してもらえるとありがたいわ。トラジェクトリーというモッドを入れると第一旋回エンジンの大気減速を予測した軌道が表示されるので便利ですよ。あと垂直尾翼をもっと大きくしないとあの重さだと横滑りが止まらないと思います。トラジェクトリーズに関しては別世界で入れたことがあるわ。でも局長のポンコツパソコンでは少し機体を操作したら再
演算してしまって処理落ちが激しかったから今は入れていないわ。垂直尾翼に関しては私も同意見よ。完成とは言ってたけど、試作3号機はデザイン優先状態で製作が止まってた機体なので、機動性などの性能的なことはまだ考えてなかったわ。とりあえず飛べて戻ってこれる最低限の性能があったから使用した感じね。ここからは前回動画にいただいたコメントよ。SSTO でリアクションホイールはどの辺がいいのかな。中心においても回転が重くなったり安定しなくなったりと毎回悩んでいます。それ以外は同じ感じに作っています。ちなみ私みたいにパソコン負荷を減らしたい方は、サイズ変更モッドを入れてパーツを減らすといいと思います。機体の大きさにもよるのだろうけど、基本重心と同じ位置がいいと思うわ。2セット以上設置できるスペースを確保できるのであれば、機体の前方と後方に1箇所ずつってのもありかもしれないわ。でも、小型の機体でもなければ、リアクションホイールはあくまでも補助的な効果しか期待はできないわ。搭載していれば一液式の使用量が減る、もしくは搭載量自体を少し減らせるって程度ね。モッドを使用したパーツの拡大に関しては同意見よ。80km がせいぜいの1号機先導も、一回り大きくすればデルタベイの推力もかなり改善されるわ。そしてパーツ数も減らせるからパソコンの処理も軽くなるわ。高枝切りハサミ届きました。ありがとうございます。使用した場合は別途料金が発生いたしますので500万ルートを振り込みください。ぼったくり。最悪カナードなどをつければいいのだよ。見た目はダサくなるけどボソ。局長もそう考えていた時期があったわね。最近はカナード翼を使わずに機体全体で揚力をしっかりつけることにしているわ。つけない場合はエレボンなどでしっかり機動性の確保も考えているわね。つける場合でもできる限り外見を損ねないように気をつけているわ。他のコメ返しできなかったコメントをいただいた方に、マリサさんから一言あるようです。うこありコメあり。今はムーンへの潜入マニューバーが終わったところね。この後は傾斜角変更マニューバーね。って思ったのだけど、そろそろ1段目の燃料が切れそうだから先に分離させるわ。そういえばムーンを久々に見たんだぜ。そういえばそうね。AUQ 以来ね。スキャンサットマンション2号、分離します。あの着陸失敗してから30年か。ギクル。ひみこさん、次の打ち上げるものはもうできてるの。え。当然できてるわよ。あ、今から1段目の操作ね。1段目の RCS で2号から距離を取るわよ。だけ。今は傾斜角の変更中よ。そういえばなんで極軌道に入れるんだぜ。天体の自転を利用して効率よく調査ができるからよ。衛星自体は同じ軌道を回ってるけど、天体自体がぐるぐる回ってるから、衛星の軌道を変えることなく全球の調査ができるってことね。当然、定石ロックなどで自転していない天体には意味がないわ。同じところをずっとスキャンしても意味がないからね。変更完了ね。スキャンを開始するとこんな感じね。あとは時間が経てば勝手に調査してくれるわ。もう終わりか。そうね。それじゃあセンターに戻りましょう。ふう、終わった終わった。マリサほとんど何もやってないわよね。俺人事部長だぜ。だったら仕事してこい。面接無人化したから何もしなくていいんだぜ。結局雑用係と大して変わらないじゃない。はいはい、二人ともそこまでよ。次のミッションに行く前に動画外でやったことの説明ね。三人ともここじゃったか。ヨウムちゃん、スキャンサットマンション3号は無事ミンマスに投入できた。バランスの悪い設計じゃったけど無事極軌道に投入できたとな。ほんと。なんであんなにバランス悪いのを打ち上げたのかしら。あの中継アンテナを使いたかったからだそうぜ。一段目に関しては全て軌道に落下させておいたわ。それと以前に打ち上げて、カービンとムーンの中間を周回してた、電波ステマス1号と2号だけど、燃料枯渇と他のリレーの性能向上に伴い、周回させておく必要がなくなったので、軌道に落下させて廃棄処分となったわ。サイエンス機器もさっきのスキャンサットマンションに積んでしまっとるからの。はい、説明終わり、次に行くわよ。次に打ち上げる機体はこれよ。撃つんです、2号じゃ。AU10 で言っていた、録画をし忘れて撮れなかった望遠鏡の後継機じゃな。1号機同様リレーとしての機能とサイエンス機器も積んでるんじゃ。エンジンも新しく開発された OPT のエンジンを使用しているぞな。AU15 で新しくした戦機と同じエンジンね。そうじゃな。パーツ数は33、重量 30.219 トン、高さ 3.5 メートル、幅 4.7 メートル、全長 11.8 メートルじゃ。これをカービン近くの太陽周回軌道に投入するんじゃな。カービンの脅威となる小惑星の監視と依頼対応が主目的じゃな。これからは2機を同時に使うってことか。1号機は今までの依頼をこなして燃料が残り少ない状態なのよ。なのでこの2号機の投入が成功したら燃料が残っているうちに廃棄となるわね。なんか立て続けに燃料切れが出てきたわね。資金を稼ぐために結構依頼をこなしておるからの。打ち上げ機は2号機のベガでサクサクっと行くわよ。これ何枚撮りだ。
って、あれ、今回はヨウムが来るの。君こ女子に仕事丸投げしてきた。後で怒られるわよ。メモ置いといたから大丈夫じゃ。なんて書いたんだぜ。探さないで。失踪か。レバのエンジンを乾燥する前に調子を見たかったってのが本当の理由じゃけどな。特許かけ。エンジン乾燥させるのか。乾燥。やっと本来のプランで乗せる予定じゃったエンジンの研究が終わったんじゃ。このミッションから帰還したらそのまま乾燥作業に入るんじゃ。で、どういう形になるかバレバレだけどね。初見動画で先に出ちゃってるんだぜ。一応ここでも説明しておくんじゃが、そのエンジンに乾燥することによって航続距離の延長、水力の増加で速達性の向上が見込めるんじゃ。今までよりもさらに重いものも打ち上げられるぞよ。と、言ってもベガを使わないといけないくらい長いものを打ち上げる予定もないんじゃがな。ダメじゃん。ないもんは仕方なかろうて。まあ、乾燥後このベガは衛星を2機同時に打ち上げるミッションとかに使うことになるじゃろうな。ついでに言うとこのベガを単動化した2号機械型も製作中じゃ。もう今何を作っているのか、どんな予定があるのかわからなくなってきたんだぜ。確かにごっちゃになってるわね。このミッションの後枠で今制作中の機体とどんな予定があるのかを簡略的にまとめるって君子女子が言ってたぞな。そんな尺作る余裕あるのかしら。いつもいっぱいいっぱいなんだぜ。今回のミッションはこの望遠鏡を太陽周回に投入して終わりじゃから早く終わらせられるんじゃろうな。まあ着陸がすんなりいけばじゃが。な、何よ。無理だな。あんたがよな。RCS 噴射、ベガから離れるぜ。で、衛星側の RCS 使っていいのかだぜ。1号より余裕を持って設計されているから大丈夫なんじゃ。アンテナ展開するぜ。アレイも展開するぜ。衛星側の準備は完了じゃな。カーボ閉めるぜ。逆噴射終了、降下していくわ。今日もカービンは快晴だぜ。風も吹かなければ雨も降らないからなこの星は。天候なんて実装されたら面白いと思うんだけどね。そんなの実装されたら局長のポンコツじゃ耐えられないじゃろけどな。再突入開始じゃ。断熱圧縮が始まったぞな。そういえばこのミッション後のベガの回収ってエンジンの追加だけなの。現状予定しているのはエンジンの乾燥と垂直尾翼の追加じゃな。今回はそれだけじゃがその後もちょくちょく回収はしていくぞな。一体でも一体でとどめずにさらに一体に進化させるんじゃ。2号機械型も同じような形なの。見た目は単動じゃからまるっとしている感じじゃな。このベガから引き継いでいるのはコンセプトじゃな。短距離離着陸できるってことだ。当然海型とつけるからには全ての性能を向上させるつもりじゃ。最大の特徴は液体燃料だけで応換できる機体ってことじゃな。早く乗ってみたいんだぜ。いつになく前向きねマリサ。性能向上するんだろ。機内食出るんだろ。サービス向上じゃないわよ。少し減速が遅かったわね。急降下するから私以外の何かに捕まってちょうだい。先に言われたら何に捕まるか考えちゃうんだぜ。本当にそこら辺捕まりなさいよ。本当に急降下だったな。少しふわっとしたぞな。そういえばいつも思うんだけど。何をじゃ。離着陸の時夜のこと多くない？そう言われればそうなんだぜ。ワープしてタイミングを見計らうなんてしてないからじゃろな。夜に帰ってきて機体制作して夜に打ち上げの繰り返しなんじゃろうな。それだと帰ってくるのが明るい時じゃないと打ち上げはずっと夜よね。進入角がだいぶずれてるぞな。大丈夫よ、なんとか修正してみせるわ。おいおい、SPH に突っ込んじゃうぞ。ナム妙法蓮華経念仏唱えるな。ここでこうしてっと。よいせ。OK。タッチダウン、フルブレーキ。たまにハブナンに着陸してくれんかの。好きでやってるわけじゃないわよ。停止を確認。相変わらずだなレイム。ぐぬぬ。ほれ、回収してもらうぞよ。
お帰りなさい、案外早かったわね。急いで帰ってこいと言うたの卑弥呼女子じゃろ。さっき言ってた剣のことね。さっき、なんだっけ？何を作ってて、どういう予定なのかわからんって言うてたろうに。まずは SSTO 建造計画からね。緑の文字色の機体はすでに登場している機体よ。オレンジの文字色の機体はすでに最終調整の段階で近く登場予定よ。赤はある程度完成はしているけど登場はまだ先の予定の機体よ。異形物ってなんだ。今までのペイロードは基本円筒状のものばかりだったんじゃが、これからは高さと幅が違うものを打ち上げることもあるからの。マーク3規格じゃ収まらんものを打ち上げる機体ってことじゃな。ちなみにこの中で建造が遅れているのは5号機よ。え、順番から言ったら7号機じゃないの？局長が勝手に決めている枠組みでの話だけど、7号機は5000トン以上、1万トン未満の大型よ。それに対して5号機は1万トン以上、1万5000トン未満の超大型の機体よ。ここまで大きくなると普通の作り方が通用しなくなるわ。なので一番難航しているわ。ついでに言うと超大型の上には強度級という枠があるのだけど、1万5000トン以上を指すわ。以前の記念動画、サーガのオープニングに出てきた機体がそのクラスよ。ここまで来ると離陸滑走をするだけで滑走路を破壊するレベルじゃ。確かに破壊してたわね。あれ、これさっき言ってた2号機械型ってやつ入ってないぞ。ここに載っているのは各級の最初の機体だけよ。ネームシップってやつじゃな。2号機械型はあくまでも貝型ってことね。機体説明はこんなところじゃな。次は現在予定されている計画についてね。まずは他の惑星にリレー衛星の投入ね。これは後でも構わないのだけど、切羽詰まってやるのが嫌だから先にやるそうよ。どこから先に投入していくの？最初は伊豆、その次は猛砲じゃ。内側から行くのね。次の計画はカービンとムーン、ミンマス艦を航行できる宇宙船の建造と打ち上げね。これはその次のステーション建設にも関わることね。カービン軌道上に打ち上げたステーションパーツをこの宇宙船で運搬する予定よ。でも、この最初に打ち上げる機体はあくまでも試験機で、その後のミンマスステーション建造には改良した2番艦を投入予定よ。両ステーション建造後は初期の燃料輸送や人員輸送を担当するわ。そしてそのステーションの計画も次につながる話じゃな。地上基地建設のためのゲートウェイじゃな。この地上基地の建設はカービンステーションで製造したパーツを運搬して建造予定じゃ。ロース 128B はそんな機能ないんだぜ。この表には書いてないんじゃが、さっきの機体説明の7号機のところに書いてあった高高度ステーションじゃ。この高高度ステーションは次の計画の惑星間航行船の拠点とさっきの往来宇宙船の拠点よ。各種燃料を常備する予定だからついでに製造拠点も兼ねちゃおうってノリね。ノリか。そして最後は惑星間航行船建造と打ち上げね。さっきの往来宇宙船のように他の惑星との往来を担当するわ。この後もいろいろ計画はあるのだけど、当分先のことなので今回の説明はやめておくわ。局長のことだからすぐ変わるかもしれないからね。どうせ、これでわかったじゃろ、マリサよ。微妙。後できっちりがっつり説明してあげるわ。あ、いや、面接行かなきゃいけないんで。無人化したでしょ、補欠。説明も終わったところで AU16 は終了となります。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。